ここがもう一つの反対側の見えるところって言ったっけ、さっき向こう側の階段のところから見えたのがこの上の部分で、でここに上に上がったわけですよね。でここの部分ですね、これがこれちょっと今整備されてモニュメントみたいになってますけど、で実際こんな風に水が流れていたんじゃないかと思いますけど、この石垣ですよ、この組み方すごいですよね。もうほぼ強引に入れてるの分かります。急いで作ったのかどうか分かりませんけど、まあ平山城地がその山じゃないんですけど平城、海城ですよね。ですから石は結構運びやすかったんだと思います。山の上に運んだわけじゃないですから、まあ、今まで山城でしたから山から降りてきて、まあ、近世大名の城っていうことじゃないんですけど、まあ、ちょっとやっぱり海上の、要するに小林が水軍を使いたかったわけですから、その水軍の利便性を優先するとこういうお城になりますということだと思うんですよね。まあ、市街地にこれだけの石垣が残ってるっていうのも全国でも少ないんじゃないかなと、まあ、市街地にというかさっきから何度も言ってますけど、お城の跡地に、新幹線とか市街地ができたと、まあ、さっき今日友城行ってきたんですけど、物町もそうですよね。まあそこは神社とかお寺も結構多いですけど、もう丸ごと市街地化されてしまってるんで、まあ、それでですね一体になってると言ってたんですけど、これすごいですよ。あそこの噴水っていうか水はあまり関係ないんですけど、この部分ですね、途中から直してるんで、これちょっと本当にモニュメントなんで全然関係がないんですけど、これだけの石垣のものを使ったっていうことをですね、後世の人が分かるようにちょっと公園風になってますけど、もうこれ明らかにここから違いますよね。もう石の大きさもそうですし、不釣り合いのようですけど綺麗に合わさってたり、これは不思議ですよね。またここから見るこの曲線美、これはねちょっとないですよ。いや本当に、まあ、上はその天使の考えがなかったようですから、さっきから言っている通り御殿がちょっと考えられていて、実際絵図もそうなってますよね。平屋もしくは2階建てまでの、まあ、成長でしたから藩長、まあ、後藩ではないんですけど、そういう主要なですね、まあ、今で言ったら役所ですよ、行動庁舎とか県庁とか市役所とかそういう機構が集まってましたから、これすごいですね。まあ、ここ動画で上げている人少ないと思うんで、まあ、来れない人のためには施設というところですけど、まあ、実物見たらもっと感動しますね。石垣市内人はここにずっと座ってたらいいと思うんですよ雰囲気ありますしね、駅中とは言っても、まあ、余計なものを見なければ気にしなければですね、非常にいいなと。まあ、これだけのコンクリートに、ね、囲まれるとは高崎以降も思わなかったと思いますけどね。いやこれ立派すぎです。続100になってますけど100名以上でいいですよね。ただ景観とかの考えもあるみたいなんで、ちょっとそれを言われてしまうとちょっと厳しいですけどね。はい、三原城でした。